皆さん、こんにちは、モノモースです。今日取り上げるのは、日本バレーボール界に訪れた新たな変革です。日本バレーボール協会が、組織の基本理念として、繋ぐ力、お世界に育む、という美しいメッセージを掲げ、新エンブレムを発表しました。なんと、ここに至るまで、男女の日本代表はそれぞれ、竜神日本、火の鳥日本、と呼ばれ、愛されてきたのですが、その愛称が廃止されることになりました。これまで15年間親しまれてきた愛称の廃止は、多くのファンにとっては驚きであり、悲しみでしょう。しかし、私はこの新しい変革、 人口にとてもポジティブな意味を見出していますその理由は全世代男女問わず同じエンブレムを掲げることで一体感や共感を促進しより幅広いコミュニティの絆を深めることができるからです男子代表女子代表が共に感じた新鮮な気持ちやチームとしての一体感はまさにこの新たなエンブレムがもたらす効果を象徴していますそして新ユニフォームに描かれたヤバスリという幸福への思いを込めた日本の伝統模様はバレーボールを通じて文化も心もそして世代も繋いでいくことの象徴です 当然、変化には賛否両論あります。愛着がある旧愛称を懐かしむ声も大切にしながら、でも、果敢に新しい一歩を踏み出すことの意義を見出せると思うのです。傍観者ではなく、変化を楽しみ、その一部となり、さらなる発展を応援する姿勢が重要です。バレーボールという素晴らしいスポーツを通じて、新たな伝統が育まれていく様子を見守っていきましょう。皆さん、この変革に対してどう思いますかコメントでぜひ、ご意見をお聞かせてくださいね。一緒にこの新しい時代を応援していきましょう。それでは、今日はここ ここまでもの申しでした